河田志郎河田志郎4月22日から1942年5月21日は日本の経済学者。京都帝国大学経済学部教授を経て大阪商科大学所大学長。山口県久賀郡に地主河田翔介の長男として生まれる。旧制山口中学。 旧制山口高校を経て、京都帝国大学法科大学を卒業、恩師の銀時計を授与される。卒業後国民新聞に入社するがすぐに、京都帝大に戻って、講師、助教授となり、欧米への留学後教授に昇進した。京大での経済学部独立に際しては、同学部教授となり、社会政策学、農政学などを担当、学部長も務めた。 東京の出身で、中学、高校で共に学び、兄弟放課、経済学部では、同僚となった、川上はじめとは家族ぐるみの信仰を結んだ。また、米国統制調査委員、文官高等試験委員など各種政府委員を、歴任した。1928年、関はじめ大阪市長の昇平を受け、大阪商科大学の発足にあたり初大学長に、就任。 さらに、大阪市経済研究所長を兼任し、その後死去に至るまでの14年にわたり、学長の任にあった。1933年、出身校の兄弟で、滝川事件が発生、処分に反対する、法学部教官が教大を辞任すると、川田は、辞任組教官の中心と目された、末川博士、常藤康氏を将弟に迎え入れるなど、当時の将弟は、 戦時下にもかかわらず、自由主義的な雰囲気が守られていたと言われる。しかしその一方、学生に人気のあった、左派教員の立っての安尾講師に対して、免職に追いやるなどの厳しい態度を取ったことで、非難された。1942年死去。墓所は、京都市左京区の法年院にある。川田は、家族制度研究に始まり、婦人問題、農業経済、 食料問題、経済言論など社会問題全般に及ぶ広範な領域に対し実際的な問題関心を抱き続けたが主要な研究分野は農業問題研究、家族制度研究にに対別される。また社会政策学会に参加し個人人格の尊重とその社会生活上及び経済生活上の平等なる独立を 社会問題の解決に置く主流派よりはやや左派的な立場を取った。その分析手法は新古典派経済学に基づくもので、必ずしもマルクス主義的ではなかったが、自由主義的な立場では修正一貫していたと言われる。各種政府委員を歴任する一方で、社会的発言を盛んに行い、著書、婦人問題は1九百十年九月三十日に、 家族制度を破壊する恐れがあるとして、文部省より、発禁処分を受けている。また、社会主義に対しても柔軟な立場を取り、評論集、どこへ行くでは、集権的集散主義を提唱した。晩年の著作、国防経済概論でも、戦時政策に対する、経済の自己規律性への制約を強調するなど、リベラルな態度を崩さなかった。ありがとうございます。